術技は考えて使え。妖竜水の竜はっ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 魔獣拳妖竜日の湯はっはっオッケーはっ妖竜普通陰竜水の塔はっはっ効かねえなはっはっはっ魔獣拳妖竜カノエしまったはっはっ魔獣拳必殺はっ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 食われたか妖竜日の湯陰竜日の塔終わりだ最後まで気を抜くな、バカが。バカっていうやつがバカなんだ。恥ずかしくないのか。クソ。エレキをため。ハッ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 ハで騒ぐなその言い方がまたかっこいいやめたもう戦わねえで当然だ。あら、フラノールではよくもやってくれたわね。
にこの町が壊れてもあるしちゃ痛くも痒くもないの。しんで アリス、勝負はついたよ。それはどうかな。その子たち、負けたら自爆するように首輪に仕掛けをしといたの。アリスちゃん、冴えてる？なんだって？バイバイ、マルタちゃん。ブルーと総帥には死んじゃったって言っとくから。エミルから離れて。私に任せろ。嫌だ、死にたくない、離れて。エミル、どうしたら。私は闇の眷属よ、我が意に従え。
テネブラへ。まさか本当に死んじゃったの？嘘。コリンの時と同じだ。テネブラへ。何が起きたのだ？センチュリオン。センチュリオンは何度でも蘇る。ラタトスク様のお力さえあれば。だから俺じゃないとダメなんだ。センチュリオンが教えてくれた。テネブライは眠りについてるだけだ。あいつを迎えに行く。迎えに行くってどこへ？闇の神殿だ。今までのセンチュリオンと同じなら祭壇へつながる入り口があるはずだ。ならばテネブライはそこにいる。わかった。なら私も行くよ。リーガル、あんたは？私は先に陛下にお会いしてグラキエスのコアのことをお伝えしておこう。その後お前たちを追う。勝手にしろ。